九州ラーメン会の、ね、隊長のこれ長さんと美味しいラーメンを食べに来ました。ベニトラ、これは何ラーメンでしたっけ？デラックスラーメン。これすごい肉がなんかめっちゃ太い。そしてこっちが2番目に辛い。辛い。ちょっとじゃあ食べてもらっていいですか？これは別にね、全然辛くないからですね。隊長が食べてね、どんな反応しますか？ラーメンにうるさいんです。多分ね、福岡のお店がほとんど行ってないんです。これはどうでしょう、味的には。九州人好みそうですか、麺が歯ごたえがあって美味しい。やっぱラーメンの美味しさって麺、スープも。スープもですよね。スープは醤油かな。醤油ですね。美味しい。じゃあ次こっちのお願いします。はい。いいじゃないですか。やっぱね、ラーメン界のね、隊長ですから何でも食べないと。どうしたんですか。ちゃんとスープもね、しっかりと飲んで。これ混ぜなきゃ。これは辛いでしょ。辛いの混ぜないんですか。これ混ぜたら死ぬんです。死ねないんですよ。はい、どうぞ。なんか顔がちょっと赤くなってきましたけど。辛い。これ何辛ぐらいですかね。いや、それよくわからんけど辛いです。でもなんか体に良さそうですか。夏場食べたら汗だらだらでしょ。あ、じゃあ太った方にはこれダイエットになるかもですね。これあのラーメンってスープまで食べるから高カロリーになるんですよね。あの麺だけにしてればね、意外にカロリーも低いし、替え玉しちゃいけないですね、痩せたい方はね。福岡イオンモール1階の宇宙カレー料理屋さんに入ってます。